だ。アーロイのそばへ急げ。アーロイのために、女神様のために。バール、そんな生きてたか。我らが消し去ってやる。
集めておこう。必要になることがあるかもな。死者よ、アーロイ、イニシエの物語の再来だ。こうしてまた鉄の悪魔は葬り去られた。お前が戻らなきゃ、部族は全滅していた。お前なくして勝利はなかった。お前は部族を救った。どんな義勇兵もできなかったことだよ。バール、無事で安心したな。平気か？あの試練以来多くが死んだ。これで終わりか？今はな。これはまだ始まりに過ぎない。まだ続く。そうか。でもお前が一緒にいてくれればきっとなんとかなるはず。怪我はひどいのか？あざは青く、骨は癒される。おい、狩りの歌はやめてくれ。平気なのか？痛むけど戦えないってほどではないよ。何人が生き延びたんだ？長老はほぼ全員、多くの家族も生き延びた。義勇兵はほとんどが怪我をしてしまった。こんな風に村の中枢を攻撃されたことはなかった。カージャでさえ赤の動乱の時も安息の地に入れなかったのに。確かに侵入されたかもしれない。でも逃さず倒した、それは確かだ。攻撃された時何があった？東から攻めてきた見張りが奴らの姿を見たんだ。デスブリンガーとコラプターを引き連れてたって。他のマガツキもいたらしい。先手を取り奴らに矢を浴びせたけど全部は倒せなかったんだ。結局安息の地に退却した。阻止するために数が多すぎた。生存者は山へ逃げたんだ。
生き延びた人が山に隠れている。掟で長老しか入れないはずだろう。ティルサが掟を破った。みんなに山に入れと命じて、ランスラは反対したさ。でも叫び声で誰も聞いちゃいなかった。ティルサの決断に救われたんだ。よかった。良識はここじゃ異端扱いだからな。山の中に行かないと。長老たちが会いたがってる。だろうな。でも他にやることがある。それは何だ。見ていろ。